千葉茂、天下の頂点を目指すぞ。兄上。翔、主だった者らを集め、すぐに進発する。あ、でも兄上は今到着したばかりでは。構わん、時が惜しい。なぜそこまで急ぐんです？まさかお前は抜けたように見えて人一倍悟り、お前たちのおかげで長らえた命も刻限が近いのだ。だが私は天命をつかむ。翔、力を貸してほしい。兄上、わかりました。俺の本気あなたに預けます。天下は今我ら義のもとに一つになろうとしている。才ある者の滑る時代、それをなすのはここにいる私であり諸君である。我らは時代の先駆けとなり、柱となり、果てに先達となるのだ。新たなる天下、我らの手に。元気？絶対勝とうな。さっきから変に真面目ね。変か。まあこれからの俺は少し真面目にやるよ。そう、少しとは言わず大いに真面目にすることね。じゃあ行くとするか。敵は二方向から船団を率いてきている。同時に潰さねばこちらが囲まれよう。北東の敵は私が始末。将たちは北西に進軍し敵本陣へ向かえ。さあ烈火のごとく攻めよ。遅れは許さぬ。この戦完膚なきまでに勝利するのだ。打開できそうにないか。伝令、前線部隊敵伏兵に囲まれました。さらに崖から土砲で狙われ窮地です。申し置きよ。このままじゃ前線が壊滅しちまう。盾に分かれてどうにかしないとな。かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。その首もらい受ける。いざ。おお、素晴らしいご活躍。一人で現れるとは面白い。わしが相手になってやる。ここで敗れると無念。知略でするものぞ。おい知るがよい。ご助勢くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。我が知略をもってしてみてはかなわなかったか。北東側船団からの部隊は始末した。
これで敵の攻撃は失敗に終わる。伝令、捕らえた敵将が吐きました。北と東からの同時火警が敵の狙いです。敵は過去の戦いに慣れ、火警船を使うはず。標的となる船を切り離し、炎症を防がなくては。ギグにはかなわねえ。逃げろ、逃げるんだ。敵の攻撃が消極的すぎる。一体何を企む？伝令、捕らえた敵将が吐きました。北と東からの同時火警が敵の狙いです。やるな。無能でないのは何にも勝る。素晴らしいご活躍、お見事です。おっと、味方とはぐれたか。かわいそうだな。お仕置きよ。今後の炎は決して尽きぬ。我らの熱き思い、今ここに示さん。大切な人たちが守れなかった。船が燃えていく。助けてくれ。火警戦を防げなかったか。速やかに型をつけねばならぬな。これ以上の不作はなかろう。師匠、進軍の指示は。ああ、カジュ、今こそ終わらせよう。敵本陣に攻め入り、脅威を討ち取るぞ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。おお、素晴らしいご活躍。我が知略もってしてもかなわなかったか。敵将討ち取った。何ちゅうの人たち連れてきたんで。こういう時だし、味方多い方がよくない？火の野郎ども、好き放題はここまでだ。この大王猛角様が食らってやるぜ。伝令、石の山道より敵増援到来。味方本陣に向かっています。なんちゅうの王の登場だと。いつの間に五色と命を結んでいたのだ。やるな。無能でないのは何にも勝る。素晴らしいご活躍、お見事です。俺の名はバタイ、会えて嬉しいよ。敵将討ち取った。敵の力量一致だ。敵将討ち取った。あんたの相手はこの私。
私とて軍神の子、お通しはしない。私がお前の相手だ。その具試させてもらう。撤退する。敵将討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。半端な覚悟じゃやけどするよ。乱世を終える。それが自分の任務だ。我が全てをこの石壁に塗算。素晴らしいご活躍、お見事です。孔明様の志のためここまで来ました。果たさなくては。今こそ長き因縁に決着をつける時です。天下を決する姿、私の実力を周知させるにはいい機会だ。おお、素晴らしいご活躍。たとえ死んでも悪鬼となって貴様らと戦ってみせる。ふん、その執念に対して問おう。貴様はなぜそうまでして戦おうとする。知れたこと。我が師諸葛孔明の志を継ぎ、仁の世を築くため。バカめが！まったく、諸葛亮め、肝心なことを教え忘れたか。志は立派なのにな。仁の世を目指す戦と、国と民を疲れ果てさせてまでするものか。お前が仁を志すならば、まずなすべきは、無益な戦をやめることだ。私は
これで終わりってとこかな。ああ、届いたか、我が天命に。兄上。しばし、しばしょうらが率いる義軍は赤壁に連合軍を撃破。脅威は捉えられると、しばしの説得を受け、ついに降伏した。帝律の終焉、そして反乱勢力の鎮圧。ここについに乱世は終わり、天下は一つとなった。新たな時代の到来を喜ぶ若者たち。だがその喜びの中、彼らを率いてきたしばしが倒れる。己の天命を知り、いかなる苦境も乗り越えてきた男。彼と共に歩んだ誰もが、その才により導かれる時代を望んでいた。もし今この男を失ったなら、新たな時代はいかに進むべきか。しばしょうをはじめ、共に戦った者たちの心に不安が影を落とした。そして時は流れる。天下統一万歳。新皇帝陛下万歳。これからは真面目にやる。お、そんなセリフを聞いた覚えがあるのだけど。師匠殿、こんな大切な日にどこに行く気なの？元気、なんでわかった？全然変わらない。でも別に俺がいなくてもいいだろ。兄上も人騒がせだよ。倒れた時は本当焦ったのに、すっかり元気になっちゃってさ、帝位の禅譲まで受けるなんて。しばし様万歳。新皇帝国万歳。俺はこれからもここぞって時に兄上の力になるさ。それ以外は今まで通りだ。やったな、兄上。戦の真実を見抜く、それが私の役目。文金、まさか後に落ち延びたお前と手を組むことになろうとはな。しばしょうに尻尾を振るのが耐えられなかったか。敵はしばし、せいぜいお互い利用し合おうじゃないか。諸葛丹様、こちらを。これは帝からの。我が道定められていたか。我が最地のすべてをかけ、しばしょうを討ち、義を救う。諸葛丹が文金と接触しました。それで。さらに帝が諸葛丹に密書。もういい、行け。はっ。
撃つべき者らがまとまったか。手間が省けたな。カジ、何か分かったのか。諸葛丹はやはり呉と結んだらしい。呉に下った文金らも呪春に到着したようだ。ではやはり四条殿と戦うと。諸葛丹、なぜなどと言うなよ。四条、奴が背いた理由、お前にも察しはつくはずだ。ああ、すでに先方、俺も共に。分かった。でも、諸葛丹、お前は一体。いや。今は反乱を収めるぞ。諸葛丹は所詮小物、さっさと片付けてしまえばいいです。橋を落とせ。敵を分断すれば正気を引き寄せられる。橋を落とせ。回り込んで進むしかないな。味方とはぐれたか。かわいそうな。ダメだ、どうしようもねえ。来たな。よし、作戦を開始せよ。周囲殿、了解した。いや、ここで義軍を打ち滅ぼすぞ。敵が2カ所から攻撃を仕掛けた。こちらも味方を二手に分けるしかあるまい。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。ダメだ、どうしようもねえ。兵器を起動させよ。奴らの進軍を阻むのだ。素晴らしいご活躍、お見事です。違った、さすがにまずいな。分かれて進み、劣等隊を援護するぞ。元気、お前は強いよ。崖下に敵が来たら、さあ、投石を開始せよ。
味方とはぐれたか？かわいそうだな。
ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だが、これで終わりだ。お仕置きよ。それがしが相手になろう。報告申し上げなければ。敵将討ち取った。素晴らしいご活躍、お見事です。その調子その調子。お仕置きよ。勝ったと思うなよ。孫鎮様、やつらは強敵です。用意した罠をことごとく。やつらに負け、のこのこと戻ってきたか。貴様のような役立たずは孫悟の恥よ。周囲殿が孫鎮様に斬られただって。俺たちも同じ目に遭うな。真っ平だ。やるな。無能でないのは何にも勝る。俺たちは孫鎮の元から離反した。何でもするからそちらに合流させてくれ。こいつらを使えば敵を崩せるかもしれん。共に残りの五将の元へ行くぞ。そうすれば奴らもこちらに寝返るだ。離反がこれ以上起こってはかなわん。残りの将に国を刺さねばならんな。孫鎮が使者を出したようだ。余計な邪魔をされる前に撃っておけ。こちらで何か動きがあったと聞いたが、まさか離反など考えておるまいな。滅相もない。離反などあってはならぬことだ。先に釘を刺された。こいつに離反を埋め出すのは諦めた方がいい。成果を出さねば孫鎮様に殺される。死ぬ気で奴らを追い出すぞ。素晴らしいお活躍、お見事です。
という強さ。ここは引く。敵将撃ち取った。侵入を許すと役立たずと思え。その調子その調子。その首もらい受ける。いざ諸葛丹謎に力を貸してこのざまよ。二度と奴には協力せんぞ。諸葛丹様、北方に援軍が現れました。おそらくあの方からの増援だと思われます。私ごときを気にかけてくださったのか。今すぐ門を開け、中へ入っていただかねば。この犬野郎、何を勝手なことを。誰からかもわかんねえ援軍を入れられるか。私のみならずあの方まで侮辱するとは。この下道め、粛清してやる。はい、兄上。我らは義に下りましょう。ブンキン殿が斬られたぞ。しかもやったのは諸葛丹だ。城内で揉め事が起きたと報告が入りました。諸葛丹がブンキンを斬ったとのことです。諸葛丹の乱心はあの援軍のおかげか。師匠に悟られる前に始末するぞ。素晴らしいご活躍、お見事です。短期で来た。それを無謀というのだ。死ぬを問いたかった父が。そちらに投降させてください。このまま簡単にやられるわけにはいかない。兵器を起動させよ。ソンドにも意外としぶといやつがいるな。諸葛丹もやりようがあっただろう。やるな。無能でないのは何にも勝る。知略が破れようと。敵将撃ち取った。今俺の手で止めてやる。待ってろ諸葛丹。お見事、見せつけてくれますな。相手だ。来い。私には大義がある。貴様らを粛清するのが我が使命なのだ。粛清される方に言われるとは驚いたよ。なんという強さ。ここは引く。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。お仕置きを。いらないな。
諸葛丹。さあ切れ。あなたと共に歩む道など私にはない。そうか陛下、我が力及ばず。陛下カジュ、何か知ってるな。バカがバカをそそのかした。ただそれだけのことだ。帝とてことを公にはできまい。おかげで後の憂いを早く詰めた。そうかよ。俺は何も知らず。手厚く葬ってやる。私は選ばれた人間、少式だ。しばしの戦をもはや捨ておけぬ。ゆえに今、朕自らが立ち、かの者らを駐罰する。義の烈士たちよ、朕と共に戦ってくれ。帝が動いた。始まるぞ。カジュ、これもお前が描いたのか。いや、答えなくていい。帝の駒である諸葛丹を撃った。もう後戻りはできないだろう。帝と戦う。不敬だ、悪逆だと思うなら、すぐにここから離れてくれ。帝といっても愚か者の一人に過ぎないだろう。そんな輩に垂れる頭はありません。もちろん悪とも思えませんよ。言ったはず。私はこれ以上は約束を思い出すことね。ああ、分かったよ。じゃあ始めるとするか。帝と戦う覚悟があるやつだけ来てくれ。行くぞ。私は師匠殿のそばにいる。そう約束したから。愚か者は撃たれる宿命。それが帝と同じことですよ。帝を撃つ。俺に残された道は。義の皇帝であるぞ。お仕置きよ。おのれ反逆者ども、待っていろ。後でまとめて処断してやる。敵将討ち取った。師匠、手はずは整えてある。正門から入るぞ。カジュ、お前はどこまで。いや、今はこいつに。愚か者は世の中一人消えるだけです。気にすることはありません。愚か者が消えるか。それでうまくいけばいいんだ。素晴らしいご活躍、お見事です。
約束どもめ、死んでもここは通さぬぞ。陛下のために死ねたんだ。敵将討ち取った。火獣殿、この兵をお使いくだされ。戻らせてくれる。これだから知性の読みのやつは困るんだ。まだ誠意が落ちないなんて、執念なのかしら。敵将討ち取った。カジュー殿、集めておいた兵を連れてきましたぞ。来たか謀反人めが。お前はここで果てるのだ。師匠殿、今は耐えて。まったく、芝生殿の理解に苦しんで、さっさと帝位を奪えばいい。なあ元気、俺のやっていることは正しいと思うか。それは後の歴史が決めること。悩むのは後にすること。天下を終わらせる大器、聖徳の様、主人、お前だ。来い、我が自由で葬ってくれるわ。良い死に場所得られたわ。元気、お前強いよ。素晴らしいご活躍、お見事です。師匠、覚悟はできたか。俺の準備は整っているぞ。カジュー殿、こちらへ。この扉から中に入れますぞ。そうか、カジュー、これがお前の答えか。師匠殿はこの人を倒さなくてはいけない。なら私も戦うだけ。陛下、もう一度お聞きします。禅譲してはいただけませんか。この国が立つわずか40年、台で終わらせてたまるか。もう話し合いもできないんでしょうが、最後にもう一度だけ禅譲していただけませんか。陛下、黙れ。命を惜しさに帝位を譲るなど朕は絶対にせん。師匠、ここは俺に任せろ。そんな顔をするな。
この手のことはお前より得意だ。陛下、あなたは。なんだ、やる気になったのか。これがお前の望む俺だろう。ああ、だが手を汚すのは俺の役目だ。城内のすべてを掌握し、混乱を最小限にとどめよ。その後、新帝を擁立する。御意。